河村義次河村義次は日本の政治家、鳥取県安群大五門村出身、千葉県調子市長、北海道岩見沢市長、岩見沢名誉市民、明治大学法学部卒、内務省から千葉県地方課長に出向し、その後1933年、調子市の市政施行から終戦直前まで3期12年、完成初代調子市長を務める。 1945年5月13日任期満了で退任後、同年5月30日公選が2代、岩見沢市長となり、翌年11月17日公職追放により、退任。追放解除後の1954年10月29日、山本市栄米市長の辞任による選挙で再び、岩見沢市長に就任、1970年10月まで4期16年、勤め、 任期満了で退任。市長在職中は、全国市長会副会長や空地、地方総合開発規制会会長などを歴任。1971年に、岩見沢市の名誉市民に選ばれる。1987年、97歳で没。岩見沢市長時代には、1956年に財政再建団体に指定され、累積赤字解消に向け財政。 再建特別措置要項立案8カ年の自主再建計画を主導。1958年の選挙戦は岩見沢市史上初の無投票当選となった。水資源開発のため桂沢ダムの建設を政府と交渉し、1956年に完成。桂沢水道企業団初代企業長を務める。このほか市民会館、市庁舎、市消防庁舎、 岩見沢競馬場、万事ダム、清宛、緑ヶ丘霊園、南公園下水処理場、東山公園などを建設。北連主計場、積水化学工場、鉱山保安センターなどの企業誘致、駒沢大学や青年の家の教育誘致、北海道教育大学岩見沢校の存続運動などを展開し多くの業績を残した。 また1956年10月には、旧来の通称と行政区域名が混在していたり同一地名が各地に点在していた地名地盤を改正すべく、町内に地盤改正基礎委員会を設置、さらに1959年11月には、市に学識経験者に地名改正審議委員会を発足させ、1962年5月1日に、 ようやく改正を実現した。これにより、現在の町名の大部分が完成した。この時制定されたが、現在は変更された町名として、ト根別町町名、稲穂町、みその町、現在は町町名などがある。などがある。ありがとうございます。